今回は新ブースターショータイムガチャから登場した新スキルブリッツカーブ持ちショータイムサラーメンショーできたどうする。コメント欄でもね、メンショーを見たいという声多くてですね、今回使っていきます。でね、サラーをねかなり使い込んだんですけど、ツートップのまあ、ST 右で使うのが個人的には一番良かったかな、使用感。能力値はこんな感じで育成。まあ、ポイントとしてはね、やっぱスピードとか瞬発ですね。この辺が速くて、サラーらしさがね、全開に出せてドリブルもできるっていうね。この高さもいいよね。ソン・フンミンほどのキック力ではないんだけれども、かなりいいブリッツカーブが打てるので、で実際にディビジョン戦の方でもねかなり決めてくれたので、まあ、今回のメイン仕様でもねやってくれるんじゃないかなと。ブリッツガープでミドルレンジからガンガン狙っていく。あとは、まあ、ダブルタッチ使いつつですね、ドリブル突破を狙う、スピードでぶち抜くもあり、チョップタッチで緩急つけながらぶち抜くもあり、もちろんねサイド起用でも強いんだけど、やっぱ真ん中がね一番こう驚異的な抜け出してからの得点とかもできるし、それでは早速ブリッツガープ持ちサラメシやっていきましょう。今週ねライブアップで B でね、調子もねやっぱ安定していけるのでそこ強いですね。お、週刊損きた、これいいよね。このカードデザインめっちゃ好き。さあ集中していこう。まあシンプルに行きつつ、そうだね、点を取りたいんで。遠藤いる、遠藤、さあここサラ、バランが前を向かせないはずだが、前向かなくてもいけちゃいますからね。一瞬前向けば後ろから前向いてね、前は向いてるんだけど、完全な前向きっていうよりはちょっと斜め後ろみたいなところからね。ブリッツか、遠藤がいい。遠藤やっぱシャットアウトされてんだよな。遠藤、いやめっちゃもう遠藤、遠藤ゲーこれ。さあでここに行く、さあでここから落とす、遠藤ゲーよこれも。遠藤、遠藤いやーし、サラーのブリッツカーブもうちょっとだけ前向く。やっぱねいい体勢でねブリッツカーブ打てればもう入るんで、ここねうまかったんですよね、ワイドのディフェンス。ただですね、サラーは一撃持ってるんで、一瞬でも前向かしたらねこれが飛んでくる。さすがのオナナでもこれ止めれなかったですね。ジグザグドリブル、回転切りからのドライブ、中間遠藤のね躍動感半端なかったね。ここでシャットアウトして、そしてサラーがねブリッツカーブを決めるというリバプールゲーです。完全なるリバプールゲーでこの試合もやっていきましょう。ワイさんが4-2-2-2いくぞ。ビルドアップミスだけ注意で、縦に焦りすぎない、もうこれだけで OK。 うわー、これで決めたらもう最高、最強。完全なるディフェンダーのね重心を破壊してからのスライディング誘発、そこからのコントロールショットブリッツカーブ。いやーこれさらいける、よしで OK。 いやーこれはね気持ちいい。ディフェンダーをさ背負いつつですね、こういうこともできちゃうんで、あのなんていうかな、上から行く感じ、グッとねドライブ、いい、うえい、うわスライドドリガルの斜めダブルタッチキャンセル、ブリッツカーブ神様コース。やっぱサラーも本物だぜ。ソン・フンミンもねかなり強いんだけど、よりなんかサラーはやっぱドリブル力のところがねありますよね。エンドからのエンドね、そしてサラーが抜けた、早い、斜めからブリッツ、もう確定演出、この辺は入らないわけがない、絶対に決めるマン。という
ということで、お相手さん終わりパターンですね。驚異のブリッツガーブ4得点。今回のブリッツガーブ持ちショータイム、やばさ詰まってましたね。さら大爆発、ブースターも背景のようなね、もうすさまじさ勢い、炎ドーン出てたもんね。ということで、ソン・フンミンもね、相当やっぱメイン仕様で強かったんですが、サラーも強いです。ソンはね、両足で打てるっていうのが強いよね、より。よりね、ブリッツカーブを。やっぱサラーの左足もぶっ壊れてますね。ドリブルもできるもんね、しかも。ドリブル数値は多分ソン・フンミンよりもね、ドリブル突破性能は高いんで、そこも効いてるかな。さあこれは普通に打っていく。ブリッツカーブじゃなくても決めれる。まあ今のビエラ背負いながらのドリブル、ビエラのプレスをね逆に生かす、そこが良かったですね。さっきので、斜めからブリッツはクルトワ、まあクルトワも強いもんな。逆にさっきのシュートよく決めたって感じだった。遠藤やばいね。エンドゥーさんやばい。さあブリッツカーブを読んできたなら、そこで一回切り返すことでこの前が生み出せる。多分ね、もう一個前のところでお相手さんブリッツカーブ読んでマッチアップしてたはずなんですよね。そこであえて縦に行って、うわこれ縦かと思った瞬間に、お次はねブリッツカーブっていう、まあ、これがサラーのドリブルができてブリッツカーブも強いっていうねコンボ技。さあソン・フンミンもねブリッツカーブ持ってますからね、いきまーす。サラーを警戒してるとこれがあるんでね。ソン・フンミンのブリッツもえぐいし、あいぼ竹抜けた、うわサラー早すぎ、新速の抜け出し、パス動かるんね。しかもそっからのハットトリックゴールもめちゃうまー。ハットトリックにソン・フンミンのスーパーゴラストも決まってね。エジプトのキング、リバプールストライカー決める。かっこいいね。表情が追加されたのも熱いっすよね、アップデート後から。この得点めっちゃ好きですね。これお相手さんとのね駆け引きがあって、ここでねもうブリッツカーブを多分読んでたんですよね、1個前のところで。でそこで縦に行くことでディフェンスがね切ってきたところで中、本若でね当たってめっちゃ嬉しいですね。週刊エド選手日本代表ということで、これメッシと組もうかな。ドリ突破のね警戒が入ればブリッツがあるし、ブリッツの警戒があればドリブルがあるし、ほんといろんなパターンで行けちゃうのが強いところ。さあこれサラ前入れる、いやーただネスタも来るね、まあ、多分相当サラ警戒してるよね。いけるサラ、はいや斜めから行く、うわーオリバーガンダムで来るか。ドリブルのスピード速かったけどね、さすがオリバーカーンといった感じ。これはいい攻撃で、サラー待ってる、来た、この角度いけるでしょう、入った、うっそオリバーカン強くない、あれ止めてくるか。サラー来た、最強のコース、もう最強のコースですねこれ。ここでボール持ったらねほぼ角で入るんで、まあ、今みたいなサイドハーフ入れてから流れる形はね絶対的におすすめ。あのゾーン最強だからブリッツカーブの。冨安戻れば大丈夫、うわー早い、よし OK、 これメッシー、いやいいシュート打つね。今ディフェンダーが後ろから来られたけどさ、ビクともしね、強いわ。抜け出しもよし、足も速いからね、スピードも。ブリッツではなかったんだけど、ナイス、斜めから行く。
サイドから早い。斜め。あー、この前に飛び出してジャンプするパターン強いね、ゴールキーパーの。はい、アウトスピンキックもある。ブリッツカーブだけじゃない、このね、右の根幹みたいな形は、タラはね、右足というよりはもうこのアウトスピンキックであっち側のからの巻きはね、やれるんで。そう、ソン・フンミンはね、両足がやっぱ蹴れるからそこは強いんですけど、タラもアウトスピンも強いよな。左足でのドライブシュート、まあ、現実でもね、よく打ちますが、ああいうコントロールショットめちゃくちゃ強い。しかもさ、細かいドリブル突破性も兼ね備えてるんで、まあディフェンスからするとですね、タックを攻められるんですよね。どっちを守ればいいか。ドリブルもあるし、足の速さも警戒しなきゃいけないところで、ブリッツガーブがより刺さるんでね、ぜひ皆さん獲得して使ってみてください。ブリッツガーブ新スキルはね、無限の可能性秘めてるからね、最高に楽しませましょう。さよなら。